おはよう。というわけで今回は本マグロ、その中でも大トロ、マグロの大トロを料理したらどうなるのかっていうの、あのもう脂ギッシュで口の中に入れたらドラッと溶ける最高級の部位の大トロを料理するんですよ。火を通す、しっかり。ということでこちらになります。まあこの脂、本マグロの大トロを使って料理を作っていきたいと思います。せい！じゃあまず切っていきましょう。使う料理に分けて切っていきましょう。うわ、もう手が見てこれ、もうトゥルントゥルンなんですけど、油で、油がすごい豪華に。こんだけでいくか。切り分けはこれで OK。 うわー、油がすごいし匂いがすごい。そしたらこのニンニクのね、香りがついたところにこの大トロ、うわこんな食べ方ないよ。未知の領域ですこれ。うおーすごい、すごい、どん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 脂出てくるこれ。大トロのニンニクステーキの完成。そしたらお次はこちら、天ぷら。いただきます。本マグロ大トロの天ぷらと本マグロ大トロのニンニクステーキ、こんなの絶対誰も食ったことないでしょ。というわけで食べていきたいと思います。痛い。お刺身いただきます。うん、おばあちゃんでも食える。これはすごい、もう歯いらない。舌にのっけた瞬間にトロリーンってなる天ぷら、こんな感じですね。中がトロトロやん、うまそう。これをまずじゃあ抹茶塩でいただきたいと思います。うん、すごい、なんだこれ、これはすごい。これオーバーリアクションじゃないよ、これオーバーリアクションじゃありません。これ食べた人みんなこのリアクションすると思う。あのね、ドバーってできて、こんな天ぷら食べたことない。大葉と舞茸で挟んで食べます。そしてこれをポン酢で、はぁうまい、はぁうまい。ごちそうさまでした。違う、今これ一緒に食べることでさらにうまい。ちょっと鳥肌立っちゃった。これこの一口で1500円出せる。体のね、一つ一つの細胞がね、喜びに満ち溢れてる。大トロの脂とこのポン酢がこう相まってかなり優しい。またこのキノコのね、違った食感、これがいいアクセントになってる。そして最後ね、鼻から抜けるこの大葉のね、爽やかな香り、これはもうね、和の中の和、トップオブザ和。コメントにも気合が入りますわ。これは大トロのステーキいただきたいと思います。めちゃめちゃ脂乗ってる。こっちからいきますね。いただきます。なんじゃこりゃ、離乳食だ。歯がいらない。赤ちゃんの口の中に入れてもチュロリンって溶けて体の中に入っていく。そして全身の細胞がなんじゃくりゃ、ああ赤ちゃんにこんなもん食わしていいんかってなる。この味を知らず25年間生きてきたことをね、今後悔しました。ごちそうさまでした。はい、ということでね、とんでもない飯トロ動画になりましたね。これはいろんな料理にしたことで大トロのポテンシャル、美味しさっていうのをね、
また一段と味わえた、そんな気がします。ということで皆さんも機会があったらぜひ真似してみてね。じゃあね。